原辰徳23歳新人王の成績がこれ W268-2本67だ。テンオックス791新人王。大長島の後ってかわいそうやな。十分すごいの。入団から12年連続20本って結構レアなんちゃうん。村田打率270.6544、1765、本塁打346、打点1065、OPS810、村田よりは優秀。昔は日本人の30本って今よりおったような気がするわ。吉村とかも打ってたし。篠塚、中畑、スミス、山倉、黒町、吉村なんかを、ダンやからな空大正義軍やわ。ルーキー最多ホームランは清原の31本やけど、大卒ルーキー最多ってなると誰なるんやろ。原の時代はだいたい130試合制100打点なんて、そうポンポンでんわ。前世紀の20代に阪神にバース、パリーグにオッチがいたのも不運だよな。巨人の4番は N1 じゃなきゃあかんねん。原のバット投げって言うとあればっか言われるけど、引退試合ホームランのバット投げの方が好き。動画を作成する活力になりますので、チャンネル登録していただけると震えます。